おはようございます。今1月22日午前5時4分なんですけど、今日もね軽く太いで清掃してね、そして半身浴入って、足湯入って足つぼやって、まあ半身浴と足つぼ足湯の間に温度を上げるために追い炊きで時間がちょっとあります。その間に今日名古屋市の段ボールの日で段ボール溜まってたの出しましてね、でこれで現マンションの門ドアの前にある門の前にあるあれば一切なくなりまして、綺麗になりましてね、これですっきりしましたね。で今なんか暑いんです、汗が吹き出てくるんですね。足湯やってから足つぼずっと痛いの踏んでるんですけど、本当汗出る。もちろんエアコンなんか入れてませんよ、エアコンなんか。だからちょっとバスローブの上に今日もジャケット着てるんですけど、これはエアコン着てないって証拠なんですよ。エアコン効いてたらうちのエアコンすごい強力ですから暖かくなるんですよ。だけどエアコン入れてないんですよ。外寒いですみたいですけどね、うん。でまあ今日もいろいろ特養行っていろいろ手続きして、まあこれでまあいろいろ片付くかなと思いましてね、まあ何しろ2月3日までに全て終わらせますから、ね、で2月4日から新しい年が始まって、まあいろんな先生知り合いの先生とかも言われてますし、いいことが起きると、まあ他の友達にも言われてますしね、そういう、まあ、いろいろ私と同じようなことをやってる友達にも言われてます。やっぱりいいことが起きるって言われてましてね、うん、まあそれは期待はしてませんけど、とりあえずまあ少なくても私この8ヶ月でよう潰れなかったなと思いましてね、ひもじょう思いしたけどよう潰れなかったなと思いましてね、うん、だけどまあこれもいい経験かなと思ってね、これをもとにね今後もやっていこうかなと思いましてね。で断捨離は今後もやって、まあ物の断捨離はなくなりましたけど、人の断捨離とか、まあ、シーズンシートの断捨離、スポンサーの断捨離は、まあシーズンシートとスポンサーは全部手放したんですけど、今後復活とするとしても、まあ、断捨離で、まあ、限定しようかなと思いましてね、あまりにもあれこれ手出すのやめようと思いましてね、うん、またこれがいい機会で勉強になったなと思いましてね今回ね、うん。でまあ、仕事の話はいろいろ来てますしね、まあ、資格は30個持ってますからね、30個資格を何でもやります。今までもずっとやってきたんですからね、うん、今回本当に7ヶ月間仕事ができなかったらこういう状況だったんですね、うん、だけどまあやりますよ。暑いですね本当に、なんか暑いですね今日ね。盛り上がっていきましょうね、盛り上がってともつが現れますか東京にね、ふう。